オーストラリア来て初日からハズレを引きました。血だらけになったんで、さすがにもう病院行こうっていうことで、そこでねワーホリ始めて病院行きました。めちゃくちゃ怖かったんで、ベッドの下にね包丁を置いて寝ました。外国人今どんどん入ってきてますよね。どんどん日本に移住するようになったら、僕みたいな感じに。こんにちは、翔です。今回の動画では、この悲劇を1年で体験する人なかなかいないっていうことでね、今回僕がワーホリ1年で体験した最悪なこと3つをね紹介していこうと思います。いや本当にね、これ1年で体験することはないやろっていうぐらいのね悲劇をね1年で3つも体験してるんでね、今回はねそれをシェアしていきたいと思います。それぐらいの悲劇を体験してるので、皆さんは聞いててすごく楽しいと思います。まあ体験してる僕からすると本当最悪なんですけどね。ということで、まず1つ目紹介していきたいと思います。まず1つ目、ホームステイです。はい、オーストラリア来て初日からハズレを引きました。本当にこのホームステイは最悪でした。他の動画でも詳しく喋ってるんですけど、今回はね3つ紹介するってことでね、軽くだけ紹介していこうと思います。詳しく知りたい方はこっちの動画を見てください。まずはじめオーストラリアについて、よっしゃ今からワーホリオーストラリアで始まるぞ、よっしゃ1年頑張っていくぞっていうね感じでオーストラリアに来たんですけど、もう初日からハズレを引いてしまって、いやこれ本当にねきつかったんですけどね。まず何がきつかったかっていうのをね何個か紹介していくんですけど、まずね寝るためだけの部屋っていうのはね、本当お金、ホームステイって、ね、普通お金払って、まあ、ご飯とかあのベッドとか用意してくれるんですけど、普通ねホームステイさせてくれる時って昼とか自由な時間とかも部屋にいてもいいって大体の人は言うと思うんですけど、僕のホームステイのホストマザーはね、寝るためだけの部屋しか提供してないということで、そのね寝る時間以外はね自分の部屋に戻るなっていうことで外にね追い出されてました。だからね自分の部屋でくつろぐっていうことはね、本当できなかった。休みの日とかでね、くつろぐこともできなかったですね。で、自分の家に帰ってこれる時間って言ったら、5時から6時の間なんですよ。5時から6時の間に帰ってこないと、5時前に帰ってきてしまうと、僕は鍵を渡されていないんで、家に入れないと。で、6時以降に帰ってきてしまうと、家には入れてくれるんですけど、夜ご飯が提供されないっていうことで、5時から6時の1時間の間だけに家に帰ってこいと言われました。でね、夜ご飯とか友達と食べに行くときあるじゃないですか。友達と食べに行くときも、昼の3時までに言わないとダメらしいですね。まあ、ホーストマザーがご飯を作ってくれるっていうのは、まあ、わかってるんで、ちょっと前には言わないといけないのは分かってるんですけど、いや昼の3時ってまだ夜ご飯行くとかの話まだしてない時もあるじゃないですか。だからだいたい5時ぐらいに言ったらいいかなと思ってたんですけど、おばちゃん曰く3時、昼の3時までには夜ご飯に行くかどうか伝えろと言われました。はい。で、5時から6時の間に帰ってきて夜ご飯食べました。で、その後ですね、その後部屋で学校、語学学校行ってたんでね、その後部屋で宿題とかやってたら、なんかでおばちゃん出て行ってほしそうなんですよね、家から。外に出て行ってやればとか、まあもうちょっと早い時間に図書館行ってやってこればいいやんみたいなことを言ってきたりとか、ベランダにテーブル椅子あるからベランダでやってみればみたいな。そういう感じで本当に家の中には滞在させたくないっていう感じでしたね。本当に。何のためにホームステイしてんねんっていう感じでした。ほんで、その出て行ってほしそうなのは土日もそうなんですよね。土日もかっていう感じなんですけど、何時か忘れたんですけど、多分ね、土日も9時とかだったかな。9時とかに家を追い出されて、で、その後、予定もないままブラブラ街を歩いたりとか、図書館とか行くんですけど、図書館も休みの土日とかは、
だいたい12時とか1時とかで閉まるんで、その後5時とか6時まで暇なんですよ。で、やることもないし、ずーっとブラブラしたり、海眺めて座ったりとか、本当にめちゃくちゃ暇な時間で、すっごいね、あれも時間はきつかったですね。まあね、追い出されたっていうの、それはめちゃくちゃしんどかったんですけど、あとね、自炊もできないんですよ。僕はね結構自炊するタイプなんで、学校、語学学校行って昼ご飯とかも自炊したものを自分で食べたいんですよね、持って行って。でもその家の人はキッチンも使わせてくれないんで、自炊もできないと。じゃあどうすればいいかっていうと、毎回その休み時間に、僕ケアンズいたんですけど、ケアンズにね、大きいショッピングセンターがあるんですけど、そのショッピングセンターで毎回ご飯を食べるか、コンビニみたいな、スーパーとかコンビニとかでシリアルを買って昼ご飯に食べてましたね。これはね、ほんと他の人から結構心配されて、え、またシリアル食べてんの?みたいな、大丈夫か?みたいな言われて、本当にね全然大丈夫じゃなかったです。いや、あれは本当嫌でしたね。いや、外食、まあ毎回外食行くのもいいんですけど、外食めっちゃ高いじゃないですか、オーストラリアって。一食ね、1500円とか普通にかかるんですよ。平均20ドルぐらい。20ドルで2000円ぐらいね。一食平均1500から2000円ぐらいかかるんで、語学学校行ってて、バイトもあんまりできひん、まあしてないんで、雇ってもくれなかったんで、全然仕事もできひんし、お金も、どんどん減っていくばっかりやのに、何回も行ってってなったら、本当にお金が一瞬で消えていくんで、節約するために、いろんなシリアルを買い漁って、いろんなね、シリアルの味を試していました。でね、僕のおすすめのシリアルは、このね、スーパーを、この物価を紹介する動画の中で言ってるんで、ちょっとね、この物価を紹介する動画も見てみてください。本当にね、このシリアル、これのチョコバージョンはめちゃくちゃおすすめ。その次、他にもあって、自分だけ節電しないといけないっていう謎のルールがありました。で、僕は夜の間めちゃくちゃ暑いんですよ。ケアンズの夏、ジメジメしててめっちゃ暑い。それなのにクーラーはつけたらダメと言われました。寝るのには扇風機を使えと言われたんですけど、その扇風機もタカ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 タって言ってうるさいんですよね。それでもう眠れないと。だから扇風機もあんまりつけてなかったんですけど、ある日ね、僕夜にトイレかどっか行こうと思って、そのホストマザーの部屋の前を歩いたんですよね、夜中に。するとね、なんとホストマザーの部屋のこの下の隙間からね、めっちゃ冷たい風がふわーっと流れてきて、はーって思いましたね。僕には節電しろと言ってるくせに、あのおばちゃんはクーラーガンガンにつけて寝てるんですよ。しかも朝まで多分つけてるんですよね。で、その次の日に言いました。なんでおばちゃんはクーラーつけてんのに僕はダメなんだと言ったら、あ、じゃあつけていいよって言ってくれたんですけど、寝る前の1時間だけねって言われました。は?って思うじゃないですか。なんでおばちゃんは1日中夜中中つけてんのに、僕だけ1時間、寝る前の1時間、クーラー消した後一瞬で暑くなって寝にくいのに、寝る前の1時間つけて消してって言われるんですよ。しかもリモコンはあのおばちゃんが持ってるから、1時間つけたら1時間後におばちゃんが消しに来るんですよね。本当にあれはね、ちょっとムカつきましたね。いや、ちょっとどころじゃない、めっちゃムカつきましたね。って思って、せめて、いや、僕に言うんやったらおばちゃんも節電しろよって思うんですけど、あれはちょっとね、理不尽ですね。でね、 Wi-Fi とかもね、ちょっと使わせてくれって言ったんですけど、Wi-Fi が家で飛んでるんですよね。Wi-Fi 飛んでて、僕、スマホの電波とかね、まだ買ってなかった時に Wi-Fi 使わせてって言ったら、いいよって言ってくれたんですけど、その後、Wi-Fi 教えてくれたから、その後、もう、携帯のね、SIM 買った後も、使っていい
と思ってて Wi-Fi を使ってたんですね。そうするとお坊ちゃんが Wi-Fi はあの時だけ貸したんだって、その後はね Wi-Fi 使うなって言われたんで、いやだから Wi-Fi くらい使わせてくれてもいいやんって言ったんですけど、 Wi-Fi もねなんかオーストラリアのシステムがよく分かってないんですけど、使いすぎたら携帯みたいに携帯のシムみたいになんか低速度モードみたいなのに入るらしいんですよね。それで僕は YouTube とか YouTube とかね寝る時間に見たりとか YouTube の動画アップロードしたりとかしてたんですけど、そのせいでねいつもよりもその低遅延モードが早く来てしまうから Wi-Fi は使うなって言われました。えって思うじゃないですか。まあだからその時のね自分はねそのシステムは知らなくて、 Wi-Fi は日本みたいに無限に使ってもその低速度モードに入らないと思ってたんで、いやちょっとぐらい使わせてくれてもいいやんって思ってたんですけど、でそういう話をしてたら僕自分で Wi-Fi 買って自分で契約したらって言われましたね。それはちょっと意味わからないですね。さすがにこれにもちょっとムカつきました。はい、っていう話です。結構ねホームステイの話長くなったんですけど、ホームステイの話はこんな感じです。でねこっちのホームステイの話した動画ではないもっとね詳しく話してるんで、よかったらねそっちも聞いてください。でね最悪な出来事2つ目、サンドフライです。皆さんサンドフライって知ってますか？サンドフライっていうのはちっちゃいちっちゃいハエみたいなやつなんですけど、本当にね目で見えるか見えへんかぐらいのちっちゃさなんですね。でそれに噛まれたらどうなるかっていうのは本当にねやばいんで、なのでそのサンドフライの動画も出してるんで、どういう感じになってるかね見たい方は見てみてください。でね僕はねケアンズで働いてたんですよ。でその働いてる時に川の近くにね寄る時があるんですよね。で川の近くでちょっと寄ってちょっとね作業してたんですよ。作業してたらなんか足元がシュワ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 ってね炭酸水に足をつけたような感覚がしたんですね。でパッと見ても特に何もなくて、え何って思って、かゆいかゆいかゆいってなって、なんかチクチクするってなって、何って思ってたんですけど、パッと見ね何もなかったんで、そのままねシュワシュワしてたら何やろうと思いながら作業してたんです。でね帰ったら足がものすごく痒くなってボコボコボコってしてきたんですね。で何これって思って調べたんですよ。調べたらどうやらケアンズにサンドフライっていう虫がいるらしくて、その虫はね人間の血を吸うらしいんですね。で川のそばに住んでてジメジメした暖かい日に出てくるらしいんですけど、いやその時にねサンドフライの存在を知らなくて、川の近くで作業してて本当にね違和感、足にねシュワシュワした違和感はあったんですけど、本当にパッと見ちっちゃすぎてサンドフライが見えなかったんですね。で帰ってから足見たらボコ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 ってすっごい腫れてて、でねめっちゃくちゃ痒いんですよ。うわーって なるんですよね。で風呂入った後血行が良くなってもっと痒みが増すんですよね。うわこれやばいってなって、その痒い痒い痒いってなってこうねもう多分数十個50個60個ぐらいね噛まれててめっちゃ痒かって、本当に足ボコボコなってたんですよ。でもう痒すぎてこうやって我慢してるんですけど、もう無理ってなって変えてしまうんですよね。でその日夜は全然ね寝れなかったんですけど、もうねその次の朝ね足が本当に痒すぎて血だらけになって、本当にやばかったですよあれ。本当にねシャワーの跡が一番やばくてめちゃくちゃ痒いんですよ。でサンドフライに噛まれた後っていうのは結構そよ風とかふわーって吹くじゃないですか。そのふわーって吹いたそよ風でその
痒いところが刺激されて、それでもめちゃくちゃ痒くなるんですね。だからやばいこれって思って、もうねこれかきむしりすぎて血だらけになったんで、さすがにもう病院行こうっていうことで、もうねめったに僕病院行かないんですけど、そこでねワーホリ始めて病院行きました。うん、もう本当にあれはやばかった。あの経験はねもうしたくないですね。だから皆さんも、もしねオーストラリア行く方がいたら、そのジメジメした川の近くでシュワシュワしだしたらやばいと思ってください。もうねサンドフライがいっぱいいます。できるだけね川の近くには寄らない方がいいですね。雨の次の日とかはサンドフライ出てきやすいです。でちなみにオーストラリアの蚊、普通の蚊でも日本の蚊よりね威力めちゃくちゃ強いんで、日本の蚊よりもね痒くてね、しかも跡が残ります。こういう風に腫れるんですけど、この中心がめくれてかさぶたみたいになって血が出てきたりするんで、普通のね蚊もね舐めたらダメです。オーストラリアの蚊は本当にね強いんで、皆さんオーストラリアの蚊にも注意してください。でね、噛まれまくってると結構ね抗体できてくるんか知らないですけど、あんまりね痒くなくなってくるんですよね、噛まれすぎると。で僕サンドフライにまた噛まれたんですけど、その噛まれた時はちょっとボコボコなったんですけど、そんなね前みたいには痒くなかったですね。だから一度噛まれると大丈夫になるのかもしれないですけど、あれはもう地獄なんで噛まれない方がいいです。絶対にもう虫除けしてくださいっていう話です。はい、で最悪なこと3つ目、これも相当最悪です。家を襲撃、シェアハウスをね襲撃されて窓ガラスバリバリに割られた話をします。これも動画出してるんで、バリバリにしてきた犯人がね映ってる動画もねこの動画で出してるんで、めちゃくちゃ怖かったですよ。で皆さんもねどんな感じで襲撃されたか気になったらね、こっちの動画を見てください。でこれは本当に恐怖体験ですね。日本ではこんな体験なかなかないと思うんですけど、外国人今どんどん入ってきてますよね。外国人がどんどん日本に移住するようになったら、こういうね僕みたいな感じに家が襲われるっていうこともねありえなくはないんで、本当にね注意してください。はい、じゃあね今から喋っていきます。これはアボリジニの人に家を襲撃された話なんですけど、僕がケアンズに住んでた時なんですけど、ケアンズにはアボリジニの方がね結構いるんですよね。アボリジニっていうのはオーストラリアに元から住んでる先住民の方ですね。でね、その人たちはね僕がね見る感じでは気性が結構荒くて自分勝手な人が多いですね。まあ全員が全員そういうわけじゃないんですけど、もちろんいい人もいるんですけど、8割ぐらい、僕の感覚では8割ぐらいはそういう人でした。日本人よりね体が大きいんですよね。でね、そういう人たちがいるんですけど、ある日僕がシェアハウスで、自分の部屋でね YouTube の編集か動画見てたんか覚えてないんですけど、その時にそのシェアハウスのもう一人の人が庭でゴソゴソして誰かおるっていうのを僕の部屋に言いに来たんですよ。でえって思って、誰やろうって思って、でね、ちなみに昼間ですよ、真っ昼間なんですけど、本当に多分1時とかだったと思うんですけど、で庭に誰かおるって言いに来て、でね気になるからちょっとね見に行くんですよ。僕のね部屋は2階にあったんで、2階から庭を見れるんですね。で2階から下を見るとアボリジニの方が何かゴソ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 こうやって物を漁ってるんですよ。これは泥棒かなって思って、ちょっとね証拠動画を撮ろうと思って動画を撮って、後で警察か誰か呼ぼうかなって思ってたんですけど、動画撮ってて、でね近くにはね斧が落ちてたんですよ。アックス、木切るよみたいな、そういう斧が落ちてて、
これはちょっとあの斧使われたらやばいわって思って近寄らなかったんですね。もうね、本当に怖かったんで近寄らずに上からちょっと見て、もう部屋にパッて帰ったんですよ。部屋っていうか、うん、家の中にパッて帰ったんですよね。で鍵全部閉めて戸締まりして、もう OK、 これでもうどっか行くの待とうって思ったら、まさかのね2階に上がってくるんですよ。で2階に上がってきて、うわこれやばいやんって思って、でね中あのそのドアがねガラスなんで、中からそのアボリジニの人と目があって、うわって思って、でうわって思ったんですよね。で ほとんどの泥棒とかって目があったら攻撃してくるか逃げていくかっていう判断になるんですけど、その人はね全く動揺する気配がなくて、こっちをねこっちにねなんかすごいね怒鳴ってきて、なんか叫んでるんですよね。んでドアもバンバンバーンってやるし、窓もバーンって やるし、怖ーって思ってね。まあその動画はね、このさっき言った動画の中に入ってるんで見てみてください。でね、で怖ーって思ってね、あこれはもうあの人は絶対引き下がらんし、もしかしたら入ってくるかもしらんって思ったんで、一旦ね一旦あの僕の住んでたシェアハウスはドアがね2個あって、後ろの庭に出るドアと前の玄関のドアがあったんで、そのアボリジニの人は後ろの玄関のドアに来たんで、前のね正面の玄関のドアから一旦ね逃げて走って遠くまで行ったんですけど、で遠くまで行ってそこでね警察に電話したんですね。家が襲撃されて変な人がおるっていうのを通報して、で警察がすぐ、日本やったらねすぐ来るじゃないですか。でもやっぱオーストラリアはねすぐ来ないんですよね。電話して30分後が1時間後ぐらいにね警察来たんですよね。でその前にあの他にもね韓国人のシェアハウスの人、シェアハウスメイトがね2人いたんで、2人にも電話して変な人がおるから帰ってきてほしいって言ったんですけど、そのシェアハウスメイトの方が早く帰ってきましたね。警察より普通の人の方が早く帰ってくるってなんなんって思ったんですけど、もう警察の意味ないやんって思って、もうその頃にはねそのアボリジニの人はねちょっと違うとこにいて家にはいなかったんですよね。で帰ってきて部屋の状況を見たら、窓ガラスはバリバリにされてるし、その庭の方のドアもバリバリで穴が開いてた、もうね庭の方のドアもバリバリだったんですね。でこれでまあ一応アボリジニの人は捕まったんですけど、アボリジニの人ってねすぐにね解放されるらしくて、なぜか捕まって次の日には解放されたんですけど、あんなことして、ね、捕まって次の日に解放されるってなんなんて思うんですけど、なぜかアボリジニの人はすぐに解放されて、その家の近くにまたうろちょろしてるんですけど、そのねガラスバリバリに割られてドアも開いてる状態で部屋で寝ないといけないじゃないですか。で僕の部屋は鍵がついてないんですね、ロックが。だからね夜ももうそのアボリジニの人の仲間が来るんじゃないかとか、2回目襲撃されたりしたらやばいなとか思いながら、めちゃくちゃ怖かったんでベッドの下にね包丁を置いて寝ましたね、本当にあれは怖かったです。で本当に不安でしたよね。もう本当にあの時はね、もしあの人たちがもう一回夜に来たらどうしようっていうことを考えてて、窓から飛び降りるためにはどうしたら一番いいかとか、もうすごい頭の中でねイメージしながら、どうやって先に逃げるか、どうやったらね被害を抑えれるかっていうのをね考えながら寝ましたね。でその日は来なくてね、もうね1週間ぐらいねちょっと警戒しながら寝てたんですけど、ガラスの何ドアの
修理業者を次の日に、ね、電話したんですよ。次の日かその日か忘れたんですけど、そのオーナーの人が電話してくれたんですけど、業者が来たのが多分1週間後ぐらいだったんですよね。その窓バリバリのまま1週間が経ってやっと業者が来ましたと。ああやっと治るわ、よしこれで、まだこれよしこれでちょっと安全になるって思ってたんですけど、まさかのね、これ本当にオーストラリアやな、海外やなって思ったんです。日本じゃねありえないんですけど、まずね窓を全部、ドアをねバリバリに割って、その破片をすべて取り除いて、その窓すらなくなった、あのドア枠しかない状態のまま、そのねガラスの修理業者は帰りました。でその日に修理、その日にね別の窓を持ってきて修理してくれるのかなって思ってたんですよ。でもそんなことはなくて、また次の週ですね、1週間後ぐらいやった気がするんですけど、1週間後ぐらいに修理業者が来て、やっとね治りました。いやでもほんまあの時そんなことあるって思ったんですよね。いや絶対そう思うやん、そう思うやん、ほんまに。いやま、あの日やっと修理してくれるって思ってたのに、バリバリにしてもっと悪化させてそのまま帰って1週間後ねみたいな、1週間後ねとも言わなかったんですよ。その人に聞いたら、いつ修理してくれるんですかって聞いたら、いつかはわからない、今ガラスオーダーしてるからガラスが届いたら修理するねみたいな、はぁって思うじゃないですか。え、ガラスができたから今ガラスを全部取りに来たんじゃないのって思ったんですけど、結局ね、その結局ね、いつ治るかわからないまま、その人は帰って、で1週間後にね治ったっていう話です。いやー本当に怖かった、あの時は本当に怖かった。でね、オーストラリアはね比較的安全な国なんですけど、やっぱりね安全な国といってもね、警戒を、いろいろ警戒はしとかないといけないなって思いました。特にねアボリジニの人とかはね、シェアハウスとかに侵入したりとかするらしい、結構ねしてるらしいんですよ。僕のねケアンズに住んでた知り合いとかも、襲撃じゃないんですけど、部屋の中にこう、部屋から、自分の部屋から出たら家の中にアボリジニの人がおったとかね、鉢合わせしたとかね、そういう話をね聞くんで、本当にね閉じ回りしてちゃんとね警戒しとかないと怖いですね。で本当に皆さんも人事じゃなくて、オーストラリアにワーホリ来る人は今の話を聞いてもらったら多分ね注意すると思うんですよね、怖いから。でももうね、日本もねそういう状態になってくると思うんですよね。結構危ない状態、常に警戒しとかないといけない状態になってくると思うんですよ。いろんな外国人が入ってくるじゃないですか。で日本ってね、日本ってなんかね中国人の留学生とかにもねめっちゃお金出してるらしくて、本当によくわからないところにお金使ってるし、めっちゃ緩い、規制が緩いですよね多分。でいろんな人が入ってくるから、この前ね YouTube で見たんですけど、インタビュー動画ね、外国人が入ってくることについてどう思いますかみたいなインタビューされてて、その答えた人は、そのねインタビューされて答えた人はね、多様性、いろんな人が入ってきて多様性が増していいと思いますみたいなことを言ってたんですけど、その方が想像する外国人っていうのは多分ね、多分っていうか絶対その日本にいいイメージを持った外国人の方なんですよ。そうじゃなくて、今からね、どんどん入ってくる外国人っていうのは、日本人にいいイメージを持った外国人ではないんですよね。日本が安いから日本に移住するとか、日本のね、規制が甘くて入り放題やから、どんどん入っちゃえみたいな、そういうね、ちょっと、
ちょっと悪知恵が働くっていうか悪い、うん、ちょっと悪知恵が働くような、そういう人たちが大量に入ってくるんですよね。だからそこは、だからね、そこはね、本当に日本も安全な国のままでいてほしいなって思うんですけど、どうかわかんないですね、これから本当に。どんどんね、外国人が入ってくることによって、日本の治安もね、どん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 下がっていくんで、普通にね、オーストラリアよりは治安悪く、もしかしたらね、オーストラリアより治安が悪くなる可能性があります。だからね、僕みたいに家が襲撃されるっていうこともね、もしかしたらね、そういう可能性があります。だから皆さんも気をつけてください。僕海外に来て、でね、やっぱりね、僕海外に来て思ったんですけど、選挙に行って、その変な人を選ばないっていうのはね、結構重要やなと思って、この人がいいから選ぶっていうのは、それができたらいいんですけど、最近そういうなんか、この人がいいっていう人がいないじゃないですか。変な人が多いんで、できるだけこの変な人を選ばないように、できるだけ普通の人を選ぶように選挙に行くっていう人が増えてると思うんですけど、でもね、やっぱね、日本ってね、年上の人が多いんで、年上に有利な政策をね、考えてる人に投票していくんで、やっぱね、若者の人をもっと投票しないといけないなと思いました。その投票の重要さに気づくのって多分そろそろ気づいてくる人が多いと思うんですけど、でもその気づいた時には多分もう遅いんじゃないかなと思って、もうね、その気づいた時には取り返しがつかないぐらいまで行ってるんじゃないかなって思います。で、まあ、あんまり関係ない話も続いたんですけど、今回はワーホリ1年で起きた最悪なことワースト3を紹介しました。で、面白かったらグッドボタン、コメントも、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、僕の動画ではワーホリで起きた出来事とか旅先での Vlog なども投稿してるので、よかったらね、他の動画を見ていってください。インスタでも気軽に DM してくれたら返信するんで、何か、ね、質問とかあれば質問を受けています。ということで、ショーでした。バイバイ。